6月12日、SRO モータースポーツグループは6月21から23日に静岡県の富士スピードウェイで開催されるファナテック、GT ワールドチャレンジアジアパワードバイ、AWS の第3ラウンド第7戦、第8戦、SRO ジャパンカップの第2ラウンドとなる第3戦、第4戦が開催される、SROGT パワーツアー、 のエントリーリストを発表した。2024年から GT ワールドチャレンジアジアはエントリー台数の増加に伴い、GT ワールドチャレンジアジアのシリーズとジャパンカップを分けて別々のレースとして開催している。すでにマレーシア、タイとレースが行われてきた GT ワールドチャレンジアジアは、第3ラウンドの富士からは3戦連続の日本での開催となる。 一方、日本人ドライバーやチームを対象とした SRO ジャパンカップは、6月7日から9日に宮城県のスポーツランドス号で開幕。14台が参加し、濃密なレースが展開された。そんな2つのレースが1つの週末に開催される、SROGT パワーツアー、が富士を皮切りに鈴鹿、岡山と開催されていく。 そんな SROGT パワーツアー開幕の6月21から23日の富士だが、中2メーカー49台ものエントリーが集うことになった。GT ワールドチャレンジアジアは全車 GT3 で、33台が参戦する。日本勢も8チームがエントリーしているが、注目はポルシェセンター岡崎の18号車。 長井博明のチームメイトに藤波清人が起用された。この度富士ラウンドに参戦させていただけることになり長井選手をはじめ、ポルシェセンター岡崎、関係者の皆様に感謝申し上げます。GT ワールドチャレンジアジアは2年ぶりの参戦となりますが、ポルシェセンター岡崎さんの皆様と共にチーム一丸となり、 しっかりと自分の力を最大限に活かし貢献できるよう全力で戦いますので、皆様応援のほどよろしくお願いします。と藤波。一方、SRO ジャパンカップには2台が増えることになった。第1ラウンドで連勝を飾ったビンゴレーシングは、今回は竹井真二のパートナーとしてポルシェカレラカップ等様々なレースで速さを見せるガーオミ元気を起用。 GT3 アムにスイッチする。また唯一の GTC エントリーとなるがま83レーシング。さらに藤井智信が手掛ける新規チームの JBR レーシングが安藤康隆。近藤治のコンビでマクラーレン 570SGT4 をエントリーするなど、2台が増加し16台でのレースとなる。イシリーズ合わせて49台の GT3、GT4、 GTC が集まるレースはこれまでの日本での開催では見られなかったこと。土日にそれぞれにレース楽しめる、GT 好きにはたまらない週末となりそうだ。ファナテック、GT ワールドチャレンジアジアパワードバイ AWS 第3ラウンド富士スピードウェイエントリーリスト。